私史上一番小さいバッグの中身をご紹介したいと思います。こちらのバッグが街もあんまりなくって、私が持ってる中の最小のバッグとなってます。それなりにいろいろ工夫して好きなものをたくさん詰め込みました。ぜひ最後まで楽しんでいってください。はい、まずこちらちっちゃいハンドタオルです。これは、キディランドで購入したんですけど、すっごい小さめのハンドタオルになります。なので、今日みたいなちっちゃいバッグに入れる、タオルとしてすごく重宝しています。普通のものよりもかなり小さくなっていて、で厚さも結構薄めなので本当にかさばらずに使えるのでお気に入りです。であとこの柄、ワンワン物語好きなんですけど、この柄がもうすごく可愛くって購入しました。であとイヤホンですね。こちら移動中には音楽が欠かせないので必ず持ち歩いてます。私動物は猫が好きなんですけど、この絵文字の馬がすごい可愛かったのでイヤホンには馬の絵文字を入れています。お財布代わりにちっちゃいバッグの時は、カードケースを、入れています。でこういう形でここに、クレジットカードを入れて、であとほとんどもカード払いにしているので、小銭が少しここに入れるようにしています。これはコーチのものなんですけど、これもすごい可愛い猫ちゃんの柄がついています。で色もちょっとボルドーみたいな渋めのピンクっぽい赤っぽい色なのですごくお気に入りです。で続きましてリップ。バッグが小さい時は特にポーチとかは入れずにそのまま持ち歩いています。今のお気に入りがこちらの2点です。でこれは普通のリップクリームなんですけど、チョコレート味なんですけど、もう本当めちゃくちゃ美味しいチョコレートの匂いがして、本当につけるだけで癒されます。で形がこういう楕円の形をしていて、普通の丸いリップクリームのタイプよりもかさばらないので、本当にこういうバッグがちっちゃい時には役に立ちます。で、これリップがマックのラスターガラスビジネスカジュアルっていう色なんですけど、もうめちゃくちゃ可愛いんですよ。こういうオレンジとピンクが混ざったベージュみたいな色をしていて、本当に私のタイプの色になります。今日つけてるのも同じ色なんですけど、もともと好きで使ってるヒンスのベージュオレンジみたいなリップよりもちょっとこう深めの色というか、秋冬にちょうどいい色かなと思って購入しました。結構人気で何店舗か見たんですけど、この色が売り切れてるところが多くてネットで買いました。これはちょっとこうツヤ感が出るタイプのマットリップではなくってツヤが出るタイプのリップなので、これから秋冬乾燥しやすい時期にもすごくぴったりだなと思います。続きまして、エコバッグになります。これもめっちゃちっちゃいバッグなんですけど、やっぱりバッグが小さい分エコバッグもかなりさらに小さいものを、それ用に購入しました。もうこれもすごくおすすめなので、こんなにもうこんなにちっちゃいのに開けたらこんな大きくなるんですよ。普通のよく見かけるエコバッグと同じ大きさになるんですね。で、こう肩掛けもできます。
なのでやっぱバッグが小さいと、あの買い物した時にあのとてもじゃないけど入らないので、こちらの小さめのエコバッグを必ず持ち歩くようにしています。でこちら畳むのもすごい簡単で、これ入れるのがめんどくさいとちょっと使う気が失せてしまうと思うんですけど、これは簡単、もうほんと適当にこの袋の中に入れればいいだけ。まあ、こうシワシワしてるんですけど、だからでも私はそのシワ感も味というかデザインみたいな感じですごいそこもいいなと思います。こうやってそうこうしてるうちに入りました。でこの紐をキュッとしてあげるだけでこんなにコンパクトになるんですよ。本当にこれはおすすめです。はい、最後鍵です。これは、木製でできた象のキーホルダーになります。Today's Special で購入しました。こう象さんの鼻の部分がこう輪っかになって鍵がつけられるようになってて、すごいお気に入り以上です。で、これバッグの紹介してなかったので、これは、ユニクロで購入したショルダーバッグになります。形が変わってるなっていうのと、あと色味がすごい淡めのベージュ、肌色みたいな色がすごくいいなと思って購入しました。で長さもここ、結び目をちょっと変えると長さ調節もできるので結構重宝しています。こんな感じでベージュなので、本当、私はベージュとか茶色の洋服が好きなので、自分の洋服にはすごく何でも合わせやすいかなと思って、で季節は問わないのでオールシーズン使っています。すいません忘れてた、このあとバッグには入りませんが、いつも常に水筒を持ち歩いています。中身は今ハマっている途中茶を入れています。これからなので、ちょっともうちょっと寒くなってきたら、魔法瓶であったかいものとか入れて持ち歩いてもいいかなと思います。これはちなみにあのキントの水筒になります。この青磁色、ちょっと渋めのグリーンの色が可愛くて購入しました。お値段もすごい手頃だったので、であの持ち手がこうあって、ちっちゃいバッグでもこれ単体で手で持って歩けるので、そういった点でもすごくおすすめです。はい、はい、いかがでしたでしょうか、今回のバッグの中身。前回は仕事用とプライベート用の2つのバッグの中身ということで、かなりあのいろんなアイテムをご紹介させていただいたんですけど、今回は私史上一番小さいバッグの中身ということで、厳選してかつ自分がテンションが上がる大好きなアイテムで揃えました。バッグは小さいけれど必需品もちょっと小さめにして入れられるように工夫をして、アイテムを選んでいます。そうですね、このバッグの中身は季節によってシリーズ化してご紹介できたらいいなと思っています。今後の動画も遊びにいらしてください。最後まで見てくださってありがとうございます。ぜひ次回の動画でまたお会いしましょう。さようなら。Thank you.